嘉門達夫師匠に憧れています。歌います。1991カウタメドレーマンスリー CD リリース計画学校あるあるネタの先駆者音楽で笑い作る師匠天才的なピン芸人曜日の替え歌 TikTok ネタ彼の作品の焼き増しなの元小福でセリフ要素曲に入れたのも彼が走りハンバーガーショップ鼻から牛乳カラオケで歌うの何と無限大この中に一人マートフラーしか元ネタを知るやついる YouTube でラジオを好きになる年頃で爆裂リスナーでさ憧れて中古ギター買い弾き方当てネタを書いたほどに心の師匠関西地方の災害自宅を売って寄付をした政治チャリティーシングル発売印税全て寄付に回すああ尊敬する彼の CD 家族で車で流してみる時よりあるエグいほどの下ネタ曲で何も言えない劇の中光がさすようなご視聴いただきありがとうございました。難攻不落な忍ぶアクションはご意見ご感想をコメント欄にお待ちしております。チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると大変励みになります。お相手は文月忍でした。ごきげんよう。さようなら。